半世紀生きたも働きたくないビラヤンです。今は11月11日月曜日の、夕方5時です。それでは今日11日までの預金残高をここで発表します。預金残高は756万5303円です。はい。前出した動画が30、31の動画でしたね。なんかキャンプの動画を出したんですけど、そっからちょっと飛んだんですが、全然動画撮ってなくて。ざっと言いますと、1日にちょっとナンバー行って、晩ご飯にラーメンとおにぎり食べて850円使いました。んで、大きい支出だと、あ、そうそう、あの30、31でキャンプ代とか、キャンプ場を利用した時の料金とか引いてたんですけど、ちょっと薪を買っててね、それを引くの忘れてました。で、500円使ってます、薪代に。はい。で、あと7日にちょっと昼ご飯ちょっと贅沢して焼肉丼食べて、そして、NMB の新曲の CD が発売になったので、それを買いに行って、で、ね、7日の支出が6288円。今言った以外の日付の日は、PayPay のチャージ分から支払ったりと、買い置きしてた分でご飯食べたりして現金使ってないです。で、今日11日に、支出が 13,169 円です。はい。今日ペイペイに1万円チャージしました。あと、スーパーの買い物で、なんぼだ。3000円ほど使ってます。はい。で、合計13,169円になります。ペイペイにチャージして、今日これ買ってきました。ゲームですね。デスストランディング。なんか結構ね、YouTube 見てたら、このゲーム実況が結構出てきたんで、ちょっと気になって買いました。はい。メタルギアソリッドシリーズ作ってた小島監督の作品ですね、これ。はい。これまたゲームやりたいと思います。これからの動画の方針なんですが、ちょっといきなり言いますけど、今まではちょっと家に取ってその動画を撮ってたんですけど、まあ、ご飯食べてるとこばっかし撮ってたんですけど、これからは、キャンプとかね、まあ、ちょっとイベントみたいなのあったら、それを撮っていこうかなと、はい、と思います。まあ、イベント終わったら撮りに行こうと思うんで、そう考えて決めて、いつの間にか10日間経ちました。はい。まあ、たまには、まあ、無の動画みたいな、くっちゃねしてるだけの動画も出ると思いますが、なるべくね、なんか動きのあるっていうか、まあ企画っていうかな、あんまり作り込むの嫌なんですけど、まあ、ちょっと企画みたいな考えてやっていきたいと思います。で、なるべく無編集でできるようにやっていったら、もうちょっとは撮影日の次の日ぐらいでも上げれるかなと、動画上げれるかなと、早く
思いますんで、はい、これからちょっとそういう感じでやっていきます。以上、ピルヤンでした。